アーケード筐体。様々な形で存在するこれらアーケード筐体は多くの人々を魅了。いかにスタイリッシュで操作しやすいか。そんなアーケード筐体の種類について今回は見ていくことにしよう。アーケード筐体は設置場所などに応じて様々なスタイルが存在しており、その種類は数えきれないほどのものになっている。今回はそんな中から代表的なスタイルをいくつか紹介していこうと思う。アップライト筐体。もともとこのスタイルはアメリカ発祥であり、アメリカのアーケード施設に置かれることを前提に作られた形である。日本のようにどっしりと腰を据えて遊ぶ文化がなかったアメリカでは、立った状態でプレイし、終わったらさっさと離れるというスタイルが主流であったことから、別にスタンドアップ筐体とも呼ばれている。本国アメリカではかなりサイズが大きく、1800ミリを超えるようなものが多いが、設置面積そのものは小さく、設置台数を増やせるメリットがあった。日本ではアメリカのものに比べやや小柄なものが多く、駄菓子屋や設置面積の小さい店舗用にさらに小型化したアップライト筐体も存在。日本ではジュニア筐体などとも呼ばれ、収録ゲーム専用ではなく、さまざまな基板を搭載できる汎用筐体が多かった。基本ディスプレイは見やすいように斜めに設置されているものが多いが、日本のジュニア筐体の中では液晶を水平に設置したテーブル筐体のようなスタイルに、日よけをつけたアップライトとテーブル筐体の合いの子のようなものも存在した。このスタイルの筐体は日本ではほぼ新製品が出ておらず絶滅状態であるが、アメリカでは現在も主流のスタイルであり、今も新作が出ている。セミアップライト筐体。アップライト筐体の台座の全長を短くし、椅子に座ってプレイすることを前提とした筐体。これはまさに日本独自のスタイルといえ、アメリカのゲームセンターではほとんど採用されないスタイルである。1980年代の初めにもいくつか存在しており、ナムコのポールポジション2などがあったが、本格的な登場は中盤に登場してきたセガのシティキャビネットと言われている。他社もこのスタイルに追従し、さまざまなメーカーがこのセミアップライト筐体をリリースした。90年代に入るとセガはエアロシティの後継機アストロシティをリリース。それまで金属パーツてんこ盛りだった筐体に樹脂パーツを多用して軽量化。現在でも日本のビデオゲームの主流の形であり、大型液晶を搭載したり、さまざまなギミックを搭載するが、基本このセミラップライト筐体の形態をとっている。テーブル筐体。こちらもどちらかといえば日本で独自に発展していった形態であり、
主に喫茶店などに設置することを想定した形である。文字通りテーブルとして兼用できるため飲食物を置いておくことが可能。もともと源流と呼べるのはアメリカで登場したもので、立った状態で飲み物を置けるようなスタンドアップ型のテーブル筐体と言われている。現在アメリカではカクテル筐体と呼ばれる日本のテーブル筐体の発展的なものが存在。全長が短くなり椅子に座ってプレイできるもので、日本のテーブル筐体が海外に逆輸入されたようなものである。カウンタートップ筐体、バーなどのカウンターに置かれることを前提とした筐体で、アーケード筐体としてはかなり小型。アメリカで主に見られる筐体だが、日本ではドライブインなどの施設でよく見られた。主にポーカーや野球拳などの大人向けのゲームが多いが、日本ではカウンタートップ型の筐体の下に台座を置いてセミアップライトのような形で置かれることが多い。我々がよく知るビデオゲームのカウンタートップ筐体というのはあまり業務用としては存在していないが、近年家庭用として登場している。コックピット筐体、車のコックピット部分を再現したような大型筐体であり、かなりの設置面積を要する。屋根がついた半密閉型のものや単純に椅子がついたものなどバリエーションは存在するが、基本的には筐体そのものは固定されている。車の他にも飛行機であったり船であったりと様々なものが存在。コックピット筐体の歴史は意外に古く、1976年に稼働開始したナムコの投影式レースゲーム F1 であると言われている。現在まで生き残る古参の筐体形式である。体感筐体、セガなどに代表されるアーケードゲームの花形筐体。指導であったり、モーター駆動などでゲームの動きに合わせ筐体そのものを稼働させる大掛かりなもので、コックピット筐体以上に設置面積を必要とする。体感筐体も日本で独自に進化した形態であり、アーケードゲーム文化を支えた筐体形式であったが、あまりにもコストがかかるため、現在ではあまり新作を見ることはない。なお、ナムコのプロップサイクルのように、筐体そのものは固定されているが、ペダルを足で回転させるなどの操作方法を持ったものも体感筐体に分類される。さて、主だった筐体を見ていただいたが、いかがだったであろう。細かく分類すれば、もっと多くの筐体が存在する。1971年に登場した世界初のアーケードゲームコンピュータースペースの登場から始まるアーケードゲームの歴史は様々な形で進化し、現在も我々の目の前に存在。これからも進化し続けていってほしいものである。